辛い、思いを反省はしないと思いますけども、これ終わった後、また今朝も実家と赤の方にはマイクを出てきたんですが、もう一度帰ったら実家の方の仏壇、それと赤の方に行って結果を報告したいと。とりあえず明日みんなと時間合わせて、墓参りに行って、報告があったら途中でおばあさんもいなったんですけど、無念だろうと思いまして、それも知り報告できたのかと。今日はこの判決を聞きまして、それと亡きお母さんを報告してやろうと思っております。こういうことになったでと言いまして、ただ本人はこれで終わったって裁判所で笑顔を出してたんですけど、そこは本人はちょっともうちょっと反省すべきところではないのかなと思います。